はい、どうもこんにちは。どのように英語を話している人を見つけるかっていうことについてお伝えしようと思います。まず一つ目は、ハロートークというアプリですね。ハロートークっていうアプリは、まあ、有名なアプリで、結構他の YouTuber さんとかも紹介してるとは思うんですけど、僕も実際マレーシアの今の、友人をハロートークで見つけました。ハロートークのいいところはリアルタイムでオンライン の人とつながれるっていうところと、日本語を勉強している親日の外国人が、多く集まっているっていうことですね。やっぱり外国の方でもこう日本に対する偏見を持ってたり差別を持ってたりする人っていうのは結構いるんじゃないかなって思うんですよね。今までは僕はそんな差別の経験とかはないんですけれど、そういうところもやっぱりあるっていう話は聞くので、やっぱり日本のことについて興味があったりとか日本人と話すことに抵抗がない人を探していくっていうのがベターだと思います。まあ、そういった意味ではハロートークは、同じ言語を、交換するっていう意味では、優秀なアプリだと思います。そんなところですかね。まあ、あとは他のアプリだと、まあ、やっぱりオンライン英会話とかになってくると思うんですけど、オンライン英会話は結構日常の、フォーマルなインフォーマルなこう会話っていうものが身につきづらいっていう点が、ちょっと友達感覚で話してはいるんですけど、デメリットかなって思いました。まあ、なので皆さんもちょっとそういった面を見ていただいて、オンライン英会話と、そのハロートークで見つけたお友達と話すっていう機会を作ることによって、本当に生きた英語っていうのを習うっていうのと、あとはやっぱり文法とか発音とかそういったところはきちんとオンライン英会話で、習っていくっていうのがいい方法なんじゃないかなと個人的に思いました。はい、今日は以上です。また次回の動画で会いましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。